ラッシュ3。なんだゆかです。ママです。エディです。よし、最強クイズ集団キャピリティオチャンネルです。よろしくお願いします。ということで、スラッシュ3という新企画を持ってまいりました。クイズの問題集とかで大会の記録を取った場合、スラッシュの記号を入れて、ここでボタンが押されましたよっていうように表現したりしますよね、はいはい、だから押しポイントのことをクイズ業界ではスラッシュって呼んだりするんですけれども、今回ですね、問題を3つ画面に表示して、それぞれここで押すのがいいよという僕のおすすめスラッシュポイントを刻んでおきました。なるほど、理想的なポイント、はい、ここで押せば答え大体決まるよっていうところでスラッシュを刻みます。なので問題文がそのスラッシュまでしか表示されてないのが3つのブロック、3問表示されます。それぞれの答えが分かった後、その3つの答えには共通点があります。ほうほうほう。これを3ヒントクイズの要領で考えていただきます。マジか。例えば1問目の答えがモモ、2問目の答えが AT、 3問目の答えがリコだった場合はボタンを押してカプリティオチャンネルと答えていただいたら正解となります。なるほど。で、3問解いて最後にまとめる、だから4段階欲しいってことですか。そうですね、まあ謎解きの小謎いっぱい解いて最後の大謎だけを答えるみたいな感じですね。なるほど。正解プラス1ポイント、後藤はその問題お休みで2番手以降に解答権が流れるというルールになっています。なるほどね。はい、ということで新形式ですが、最初のチャンピオンになるのは誰でしょうか。それでは早速やっていきましょう。はい。それでは参りましょう。第1問、問題。さあ、この3つの文字、3つの問題、さあ行きましょう。エディ、お寿司の巻物。その通り。お見事、よくわかりました。正解でございます。答え聞いたら3つの答えが分かった。はい、はい、最初は秋田川で言いますけど、カッパの炊き出しですね、うんうん、はい、そうですね、これはある精神病院の患者というふうに続く秋田川で言うんですけど、カッパの炊き出し、はい、で、まあ、一番下はその納豆かなと思ったので、うん、はい、納豆の種類ですね、はい、今なんかカッパと納豆が、まあ、そうかなと思うんで、あ、もうその2つでいった、はい、そこでああ、なるほど。鉄砲かなってなって、うん、鉄砲だとちょっとなんかあれなんですよね。鉄砲ってかんぴょう入ったやつ。そうなんですよ。あー、そっかー。フグを使ったチリ鍋のことをてっちりとも言いますが、この鉄とは何でしょう。で、鉄砲が答え、これはかんぴょう巻きの別名、鉄砲巻き、そして、単純な納豆入ってる納豆巻きですね。ということで巻物正解でございました。お見事。はい、こんな感じのクイズでございます。うん、2個でもいけたりするってことだね。確かに、うん、なるほどね。2個が取れたら結構いけますね、うん、確かに。さあ、それでは参りましょう。第2問、こちらです。モモさん、ミスターチルドレン。その通り、お見事。素晴らしい。これは早かったですね。どこから分かりましたか。いや、もう上から順番にやってって、タナが、まあ、手のひらかな、花心だから、手のひら、はい、下は2番目簡単で花火、はい、で3つ目は一方的な試合の逆だからシーソーゲームだ。手のひら花火で考えながら一番下見て、あ、確信して。なるほど。じゃあこの2つの手のひらも花火も曲としては知ってたということで。知ってました。あ、お見事でございます。はい、ミスターチルドレンのそれぞれのシングル曲である手のひら、花火、シーソーゲームが正解になっている問題でした、うん、あ、ももさんお見事、正解でございました。ではどんどん参りましょう。続いての問題はこちら。エディ、牛の胃袋。その通り。リコもほぼ同時に押していましたが、 AT がわずかに早かった。お見事、素晴らしい正解。これはね、牛の胃袋の、ミノとハチノスと最後が、ギアラですかね。はい、その通りよ、ね、はい、千枚だけちょっとなかったですけど、はい、お見事でございました。はい、これ4つのね、胃袋のそれぞれの語源について、作られた問題でして、4つ目の胃袋であるギアラはいろんな説があるんですが、かつて報酬の代わりにこれを与えられていたことからギャラが転じてギアラになったという説があるという問題を総合しまして、牛の胃袋正解でございます。面白い。はい、千枚はね、結構語源が安定してなくて、千枚ほどのひだがあるとか、朝鮮語が語源とかあって、ちょっと難しかったので、この3つに今回出してみましたよ。見事でございました。それでは参りましょう。続いての問題、こちら。
まずはクイズを解くところですが、このクイズもめちゃくちゃ簡単ってわけではないですからね。1問目はストレートな問題、2問目は命数問題で、3問目がパラレルと。ちょっとこの問題は毛色が変わっていまして、今までの3つの共通点とはちょっと違う着眼点で共通点があるものになりますね。皆さんちなみにそれぞれの答えはもう分かりました？下が分からん、まあ、多分あれとあれとあれかなという、うん、1個しかない確実に出てるのは1個だけです、ね、1個だとちょっと厳しいかもしれないですね。ヒントとしてもう少しスラッシュの先を読んでみましょう、はい、1問目、焼肉の部位の一つであるハツとは牛の、続いてアルペンスキーの種目を大きく5つに分けると、スーパー複合、回転、大回転、スーパー大回転と続きます。3問目は人が他の人からお金を借りるのは借金ですがと続きます。わかるけどさ、共通点がじゃあ俺下も分かった人がって言ったのね。人じゃない人じゃないものが人じゃないものからお金を借りることを表す二次熟語がありますね。化け物か化け物かそんなないです。金銭でやってねえんだよ。残念、ここでタイムアップとなりました。まず答えが分からなかったかも。はい、焼肉の部位の一つであるハツとは牛のどこの肉のことでしょう？心臓、はい、アルペンスキーの種目を大きく5つに分けるとスーパー複合、回転、大回転、スーパー大回転と格好です、うん、そして人が他の人からお金を借りるのは借金ですが、国が他の国からお金を借りることを漢字2文字で何というでしょう？借款。ダメだ。はい、ももさん、最初の文字に濁点をつけると違う言葉になる。その通り、正解。惜しい。その通りですね。心臓は腎臓に、格好は学校に、そして借款は借款という言葉になるということでした。唯一三等が分からなかったももさんが三等聞いたらひらめくという。はい、ということで、じゃあ非常に惜しかったんですけれども正解ならずということでございました。そのパターンのか。はい、あるなしクイズのあるのパターンやってきた。確かに。それでは参りましょう。続いての問題はこちら。むずくないっすか。ちょっとむずくないっすかこれ。モーザン。三基人。お、正解。その通り。すげえ。普通のつながり。まさか。はい、その通りでございました。なんか答え分かるのありますか？林紙幣しか分からなかったです。あ、はい、でもその通りですね。著書開国兵団の中でロシアの南下に対する脅威と国防の必要性を説いた江戸時代の人物は誰でしょう？林紙幣、いらっしゃいますね。3人目誰でしたっけ？私、三条橋のその土下座像、はいはい、の前はもう何回も通ってるんですけど、はい、この3つ目はですね、京都の三条大橋には皇居を擁拝する姿をかたどった銅像が建てられている江戸時代の人物は誰でしょうという問題で、高山彦九郎という方ですね。土下座してるわけじゃないんですけど、土下座に見えることから土下座像と呼ばれてますね。我々はそう呼んでました。そして真ん中、著書三拍子の中で古墳の一種前方後円墳を命名した江戸時代の人物は誰でしょう？蒲生君平ということで、この3人江戸時代の人物をまとめて、完成の三基人と、ね、呼ばれています。ということで、むずいクイズ出してむずくなったらどうなるかなって出しました。まあでもこれももさんのこともすごいですね。やった、嬉しい。あとよく1個でいきましたね。本当だよ。本当だよ。いや、もうあのクイズ王たちに勝つにはここで行くしかないと思って。はいはいはい、お見事でございました。それでは参りましょう。続いての問題こちら。おー、くっそ、ネプチューン。その通り、お見事、素晴らしい。なるほど。はー、はい、さあ、これもリコわずかに押し負けましたが、ももさんお見事、どこから分かりましたか？はい、一番下の妻はタレントの渡辺真里奈さんというところで穴蔵さんだと思いまして、あとはまあ一本グランプリでバカリズムさんに次いでホリケンさんが活躍してるなっていう印象があったので、そこでもう押しちゃいました、うん、はい、お見事でございました。一番上はバカリズムに次いで2番目に多い優勝を誇っているのが堀内健さん。編集をやさどうといったドラマに主演し、俳優としても活躍している原田泰造さん、そして妻はタレントの渡辺真里奈さんということで、名倉潤さんの3人で結成されているお笑いトリオネプチューンが正解でございます。
晴らしい。結構難しいね、クイズっぽい問題から芸能まで幅広く取ってますね。ホリケンさんの一本グランプリが大好きなんですよ、私。めちゃくちゃ面白いですからね。さあ、問題まだございますので、はい、参りましょう。問題こちらです。モンさん、じゃんけん正解。はい、お見事。そういうのじゃなくないですか。はい、お見事、正解でございます。まず聞かないよ。サザエさんのじゃんけんコーナーで長年新年一発目にサザエさんが出し続けている手は何でしょう。チョキ。チョキね。そうでしょ。はいはい、じゃんけんでグーにもパーにも負けない手は何でしょう。パーね。アイコもパーね。パー負けないんだよ。はい、でじゃんけんの手のうち石をモチーフにしているのは何でしょう。はい、グー。あとハサミと紙なんだあれは実は。石はくってます、してます。じゃんけんですね、これ。逆になんて答えればいいか分からなくなっちゃって。だからもうじゃんけんを出しちゃダメなんですよ。書いてあるもんね。書いちゃった。このクイズってこうじゃんだって。まあ。グーとかの答えの時、じゃんけんって言うじゃない、うん、よくね、目先のもの騙されてじゃんけんって言われたね。オリアーティさんがそれ出してきたらさ、修正しちゃうやつ。修正しちゃうやつじゃん。ちょっと優しいのかなって思っちゃうんですね。はい、ということで正解はじゃんけんでございました。お見事でございます。問題ここまで終了。はい、得点ですが、お、どうだった？1個0点、エティ2点、桃さん4点で、桃さんの優勝です。めちゃくちゃだよ。じゃんけんがなくてもね、もう優勝してたと。そうだね。ダメ押しのね、じゃんけんとなりましたけども、いかがでしたでしょうか。はい、本当に完全にひらめいて押せたミスチルみたいなのもあれば、うん、最後のじゃんけんみたいなのもあって、本当にいろんなところ、脳みそのいろんなところを使えた気がして、とても楽しかったです。最後のじゃんけんは、クイズサッカーの壁がいい方に作用した。確かに、はい、一般人的発想で、はい、こんなじゃんけんじゃんみたいな。そう、序盤ですごいいいスタートを切った駅でしたが、やっぱ押すポイントの、ね、理想的なところっていうと、やっぱかなりね、情報としては少ないだろうから、これ結構今ももさんは大変だろうなと思ってやったら、うんうんうん、まさかこんなことになりました。勉強がね、見事な結果かなと思いますね。嬉しい。はい、お見事でございました。さあ、リコいかがだったでしょうか。そうですね、押し負けもあったんですけど、うん、まあ、全体的にかなわねえなと思いましたね。もうみんな強えし、モモさんのこの、そうね、開国兵団すごすぎるし、うん、ちゃんと勉強してるなと思ったし、うん、まあ、これ作ってきた古川さんを褒めようと思ったんですけど、じゃんけんでやめました。じゃんけんはない、あるだろ、そういうの。つくの大変だと思うんですけど、第2回お願いします。はい、ということで、面白かったという方はぜひ高評価いただきましたら、第2回頑張ってみたいと思います。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。グーからグーだからね。